さあ、マジで疲れんだけどさ。最初から捕まって発電機は回してんの？なんで1台しか回してねえんだよ。いや、全くもって気分悪いよな。なんで信用があるところにいきなり来てるわけ、真ん中とか。フォーメーション的な、それ。正しい形。ただどうしてこっちこいつが止まるんだ。ああ、信用、してるってことね。あ、いいよ、もうキャンパーなら俺ゲームやめるから次のゲーム行くわ。もう待ってらんねえわ、もう。キャンプトンネルやっぱりやめるべきだな。キャントンしか死ねえってゲームしても。キャントンしかそこに死ねえからな。でもカバーに入ってる。これ、正気のあれでなってたってことなんだ。回しとね、多分狙われるぞ、俺。もういけねえぞ。ありがたく思うよ、エースヒロちゃんが。俺はクリエイティブなプレイヤーなんだから、ディフェンス作業に追われてるっていうチームじゃダメなんだからね。クリエイティブな創造性のあるプレイヤーなんだから、点を取るっていう、発電機をどう回すかっていう、これがクリエイティブなんだよ。発電機回す方が当たり前だろ。クリエイティブに決まってんだろ。ここは逆だからな。発電機なんか誰でも回せんだろう的なノリでさ、誰でも回せるわけじゃないんだよ。エースヒロちゃんがいなきゃ回せないでしょ。エースがいてこそ残り1台っていう盤面が作れるわけでしょ。いや、この発電機どう回すか、創造性だよ。考える力だよ。イランがいないところを回す。うん、だからそこどうすんだって話だよ。ここに記録されてる位置あえて、ない、そっちの方なんだ。最悪だよな。ほんじゃ、じゃあこのフォーメーションで吊るされてる人がヒルちゃんをありがたいと思ったら、これも戦ってるんだよ。
マークがきつい時にここのヒロちゃんの役割だよ。こう回せなかった人間と回せる人間もういいんだよ。できたらな、ここじゃねえところに逃げてほしいんだよ。何？いやーもうなんでこんなことをやってんの。だから言ってんだろ、発電機はそこ回ってる固まってる位置だからそこで吊るされてはいけねえんだよ。ダメだよな、ダメなプレイやっても発電機。そこでやってはいけねえんだよ。でもう治療を求めようとしてる時点でもう無理だもんな、このレベルじゃ。助けるのが下手すぎるし。発電機回ってねえ、そこに行けよお前らはよ。なんでそんなことができねえんだこいつらは。発電機回させてくれ俺に。発電機回すゲームなんだから、つかず離れずでいいから、まだ時間は取れるから。回すやつがいねえもんな。ダメだよな、もう。ここを回しに来るのがエースなんだよ。準エースやれよ、サブアタッカー。君たちがやってることは勝つことじゃないんだよ。ただのディフェンスなんだよ。クリエイティブになれ、俺みたいに。創造性があるんだよ、この発電機の方が。いやーもう。これがヒロちゃん、エースの誇り。いやーもう。ダメだよ。逆転負け食らいそうなチームだな。もう逆回せ。俺がやられてもお前たちは生き残るんだ。俺は3人が手が、自分の手柄だと思ってんだよ。発電機を回した人が、大金星なんだよ。わかるか？これがエースだ！これが、ヒロちゃん！よし。モブディフェンダーなんか救うわけねえだろ、まず。誰か俺の協力してくれた人がいたか？全部、点を取る作業を一人で、担って、もうディフェンス作業、攻撃の作業をやってくれない。それが簡単だという。抜けられたのは俺のおかげだよ。これがセンスだ。俺が文句言いたくなんだろう。ディフェンス作業をさしても点は取れねえんだ、いつまで経っても。攻撃なんだよ。点を取る作業なんだよ。発電機を回したり、ゲートを上げなきゃいけないんだよ。君たちが誰一人俺の協力してくれなかったんだろ。だから俺は抜けるんだよ。俺がヒロちゃん。全員生存できたのは、エースがいたんだよ。人は、これを見て、フェリックスの使ってる人が正しいって思えたら上手くなるよ。え、そうなんですよ。メンタルは発電機回してる方が正しいんですよ。あ、そうなるんですよ。絶対に。うん。発電機を回してる人がいないと、固められてるわけでしょ？
俺のフォローの方がちょっとどっちかというと大事だったっていう。そこで苛立ってんすよ、僕は。一回ミスったのは。来ないことに苛立ってんすよ。まともな人来るに決まってんだろ、こっちに、もう。うん。あれで負けるんだよ、本当に今世の中。本当。発電機誰でも回せんだろうと思ってんだよ。俺は回せないと思ってるよ、もう発電機は。今日の試合何回発電機回せないことがたくさんあったんだろうって。発電機は一番難しい。